ちょっと本題に入る前にどうでもいいどうでもいいっていうかあの話なんですけどちょっと昨日かな笑っちゃったんですけどうちあの業務報告が Facebook のスレッドで流れてくるんですけどあのうちのナンバーツー o k i n g の方から「えー、鴨頭義人の Facebook ページがアカウント停止になりました赤バンされました」っていう報告来たんですよ。これももねどう考えても詐欺広告だと思った僕のファンが スパム報告をしまくったからだと思います。ね僕の詐欺広告すごいじゃないですか。まあ、西野さんとか、堀江さんとかね、成田さんとかいっぱい出てますけど、鴨頭吉人の毎日20個から50個出てます。うちはね、詐欺広告撲滅隊みたいな人が、ウェブ3王子さんとか、オンラインサロンカモビズにいっぱいいるので、みんなでね、スパム報告して、駆逐して、毎日20個くらい撃退してるけど、毎日20個湧いてくるって感じなんですよ。 その、そんなことが行われている中で、なんと、鴨頭が人よしひとのフォロワー数11万人以上の Facebook アカウントが赤バンされるっていう。<laughs> そんなことあるまだ詐欺広告20件以上、また今日も上がってんだよ。でも僕の本赤はアカウントバンされました。メタ社、大丈夫か まあまあね、ビジネスやったり夢を追っかけてる途中ではいろんなトラルブルがあってね、いろんなこう困難が、いろんなこう足を引っ張る人とか出てくるんですけどね、あ、これまあまあ予想できなくて思わず笑ってしまいましたが本当は笑いごっちゃない気もしますけどね。実害ですからね、これね。本当にすごい世の中だな。えー、しかし私は止まりません。前に進みます。今日もボイシーでね、重要な情報を皆さんにお届けしようと思います。今日もね、オンラインサロンカモビズの、えっ、ー、と、昨日かな、の 投稿からちょっと抜粋してボイシーの方でもね、えー、お伝えしようと思います世界最大級の音楽専用アリーナ K アリーナ横浜これが横浜にオープンするんですよで隣にヒルトン横浜もオープンします来ましたねみなとみらいですよこれがまあこれからのビジネスのヒントになりまくりでございますえ VIP 専用ラウンジや飲食を楽しめるバーラウンジなどがバンと入ってる まあアリーナにはないですよね今までアリーナといえばスポーツの大会をやっていてライブの時にはライブの演出があって何にもないだだっ広いところでまあ一応ね飲食はホットドッグとかねコーラぐらいビールぐらいは買えるみたいな感じだったところが全く違うコンセプトですまあこの軽アリーナの特徴まず最大の特徴といえば全身が鼓膜になったような高音質スピーカー フランスの最新音響設備、なんと200箇所にスピーカーがついております。客席数は2万ちょっと。椅子は1脚10万円の布張りでございます。そして、富裕層向けに、あ、ここね、普段は不動産事業を手掛けている健コーポレーションさんがね、えっと、総額1000億円をかけて作った設備なんですよ。 なのでね、あの VIP ラウンジ、なんと個室11個。<laughs> 11個の VIP ラウンジ。で、このケンコーポレーションさんっていう会社は、普段ね、富裕層向けの不動産賃貸をやってるので、やっぱね、富裕層のニーズインサイト知ってるんですよ。うん、なので、まあもうこれどう考えても、一般人に合わないように入れる VIP ルームがあると思います。 で、ここの佐藤会長が言うには、日本のアリーナのチケット、8000円から12000円。なんて安いんだと。こんな安い価格で、一律価格でやっていたら、海外から来た富裕層はがっかりして、日本を楽しめない。というコンセプトのもと、現状の2倍以上の価格。要はアーティストさんがライブやるときのチケットが、2万円以上でも十分に満足してもらえる、そんなホールを作った。 そしてこの K アリーナライブハウスの隣にヒルトン横浜があってそこもむちゃくちゃ広さ150平米のプレデンシャルスイートルームとかもあるっていうねこれ大事ですよねライブ会場からものすごい遠くにホテルがあっちゃダメだしまあそのインバウンドの人が来てるところには高級ホテルがないと話にならないその辺バッチリ設計されております、えー、そしてこのライブエンターテインメント界隈の情報ですけどこれピア え、チケットピアさんの運営してるピアがね、エンターテイメント、ライブの市場規模は前年比プラス 84%5652 億円になったと。過去最高記録の2019年の9割まで回復している。改めてライブというものの価値が多くの人に再認識されているという情報でございます。これ興奮するよね。 そしてライブといえば、私、鴨頭よしひと、今年デビューライブを、豊スピットで行います。その価格設定も、やっぱりね、VIP 戦略をとっております。えー、まず、一番安い S 席が12000円。SS 席2万円。VIP 席35000円。これ、アフターパーティーついてるからね。そして、VVIP 席は、 えこれアフターパーティー付きのリハーサルに参加できてリハーサルが終わった直後にステージの上で出演バンドと一緒に写真が撮れて VIP ルームの専用ルームがあっていっぱいついてますねこれが20万円そして有料ボランティアスタッフ2万円と実はそれ以外にもチケットを販売しておりますそれ何かというと「豊洲ピットスペシャルスポンサー」というチケットチケット権利を販売しております えー、これは、一口200万円で、ステージ上で僕が紹介したり、まあまあ、べったり一緒にいたり、えー、VIP ルームの中にいてもらって僕が挨拶しに行ったり、写真を撮ったり、いっぱいサービスをします。えー、その方たち、なんとですね、えー、9名いらっしゃいます。<笑><笑>えー、日本一大会山本隆さん、株下がビーズの細野隆さん、えーえー、介護業界の革命家高橋正弘さん、マチャピロね、えー、そして野戸さん、えー、それから中野博さん、 え、ファイナンシャルプランナー、森継先生。え、そして、ロックこと、橋本和豊さん。そして、原鹿の原先生。そして、ビジネスインフレンスマスター、小筋5中、小野志さん。まあ、ご夫婦。え、この9名が、なんと、スペシャルスポンサー200万出していただいております。で、なんでこんな大胆な価格戦略を僕が、もうね、早々に取れているかっていうと、ニ意です。 あの世界のニーヨです。大ヒット曲連発のニーヨ。え、焼肉マフィア池袋に来てくれてるんですけども、ニーヨのライブのチケットの販売価格を見て、よし思い切って挑戦しようと思いました。えー、ニーヨのチケットっていうのは23歳以下だけ一番安くて1万円。そこから1万8千円、2万円、2万5千円、3万8千円、12万8千円14万円。そして VIP は160万と230万でございます。 ずばり結論言いましょう世界標準がニ位でございます日本だけ特殊なんです平等主義のとにかく安ければ OK っていうでもこれをひっくり返さないと日本経済そして一個一個の会社はもう辛くなっていく大企業つまり安売りの大企業だけが生き残れて中小企業は軒並み苦しくなる未来はもう見えてるまあ見ないっていうかもう現在だね なので、オンラインサロンカモビズでは、カモ頭初見にこう書きました。インバウンド、賃上げ、値上げ。これが答えだ。もちろん業種による偏りはあるだろう。これまでの積み重ねが地元中心の場合もあるだろう。しかし、何度も考え続けよう。極端な人口減少と高齢化に抗うには、インバウンド、賃上げ、値上げ。 これ以上に効果的な方向性はないのだから。しかも、この打ち手は、店舗ビジネスや小売業など、日本企業の強みが活かされる業種の打ち手なのだ。IT 企業、ネットビジネス、EC サイトは、のきなみ世界線になる。はっきり言って厳しい、資本力と規模の論理で勝敗が決まってしまうからだ。しかし、店舗ビジネス、小売業、エンタメ、サービス業は違う。 国内に攻め込まれにくい傾向があり、外資が入ってこれない領域だ。つまり、中小企業が生き残りやすい。だから考え続けよう。まだまだ打ち手は無限だ。この時に必要なのは、アナロジー思考力だ。それを鍛えるのが日韓鴨頭タイムズなのだ。絶対にカモビズはやめちゃダメだよ。 という投稿をいたしました。えー、オンラインサロンカモビズではこのように自分のビジネス思考力を毎日鍛える仕組みがあります。毎月1日、2日、3日の3日間だけ入会タイミングなので今がチャンスでございます。えー、無料の順番待ち LINE の登録の方お待ちしております。みんなで学んで社会に貢献できるぐらいのビジネス思考力身につけていきましょう。ということで今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように せーのいいねートヨスピットもね、いっぱいいろんな仕掛けがあるから楽しみにしてください。クラウドファンディング第1弾、あとちょっとで終了でございます。